今夜の動画は変化進化した右足ベタ足フェイスアンドリル、いってみましょう。おおおお、皆さんこんにちは、こんばんは、 WGSL です。今夜の動画はあのプロマガのアクションで、またまた変化進化を迎えたトシプロの右足ベタ足フェイスアンドリルをご覧いただきながら、プロマガご購読いただけた方なんかは、おすげえ、すげえですね、なんかはね、おおマジで変わってるやんっていうところなんかをこの動画を通して感じ取っていただいて、このブロマガ俺買ってないわって方なんかはね、この動画見てるだけでも、まあ過去の動画と比較していただいたら、トシプロのフェイスアンドリルが大きく変わってるところが見えてくるんじゃないかなって思うので、おおすげえ、マジで変わったんすね、マジで変わった、やばっ。すげえ、マジで変わったんすね、マジで変わった、やば、変わってますか、はい、変わってる変わってるっていうね、ところをご覧いただきながら、今すぐ高評価ボタンを押していただいてチャンネル登録していただけると嬉しいですっていうことでします。変わってますね、はい、めっちゃ変わりましたね、マジで。びっくりした、今までマジでじゃあやってへんかったんかいやと思いません。マスターもあのブロマガの中で言ってましたけど、今まで何回も言われてたじゃないですか。思わずそう言っちゃ突っ込んじゃいましたね。初めて聞いたからようなアクションでやるじゃないですか、なんか。まあけどそんだけドハマりしたんですね、今回のバージョン。だからあの時にはそこまでトシプロに僕が言ってることは刺さってなかったんでしょうね。刺さってなかったんですか。多分聞き流したんでしょう、彼の中で。なんてことですけど、今回はなんか刺さったんじゃないですか。さすがにそこは変えなあかんって思ってたんじゃないですか。いやマジマジでいい、すげえ。え、大丈夫ですか、は変わってますか、は違和感ある。それは違和感あるやん。そんだけ変わってますね。違和感ないわけないやん、そんな。ということで、もうこうやって違和感と戦い続けるってことが大事ですよね、やっぱりね。みんなすぐ違和感に負けちゃうんでね。そうっすね、負けちゃいますね。やめるんでね、すぐ。そうなんですよね。ちょっとやって合わへんかった。なんかできんかった、合わへん。合わへん。なんやな、合わへん。人間の体してんねんから合わへんも合わへんないわですよね。でも合う合わへんってよく言いますよね。いいまって言っちゃいますよね、はい、僕よくあのね、最初にあのお父さんに言われたことがある。ほう、あの自分のじゃなくて、ほうほうほう、嫁の方の、ほうほうほう、お父さんに言われたことがあって、ほうほうほう、一回ゴルフ始めた当初ですよ、はい、あの一回レッスン行ってみる、うんうんうん、教えてあげれるけど、うん、そんな俺みたいな指導とか教えてもっていうことで、判定2ですよ。ええ、えぐいじゃないですか。まあ、まあ、僕今となったら僕あま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 あうまいと思わないですけど、はいはい、でもまあ当時はうまいじゃないですか。それはでも一回行ってみって言って、でもで一回その、うん、俺が習ってるところに先生に習ってみって、はい、それは合う合わへんかはあるから、なんだ合う合わへんって、今やったら分かります。なるほど。でもそれってやっぱり感覚だからなんですよね、合う合わへんって今やから分かるんですけど、 その感覚が合うか合わへんかってことじゃないですか。確かに確かに。でも僕の理論って感覚の合う合わへんなんじゃないじゃないですか。だって関節、人間の関節なんで、人間じゃなければ誰でも合うわけじゃないですか。そういうことですね。人間は誰でも合う、はい、人間じゃない人は合わへんかもしれない、はい、だって関節の動かし方が違うね。関節、もそもそも関節が違うでしょう。確かにそれは二足歩行と四足歩行とちょっと違いますからね。ということで、今回のもね、トシプロのようにこうね、合う合わへんじゃん、やるかやらへんかのさですよね、今回の変化なんか。本当そうだと思います。えぐいな、ほんま、えぐいな。僕そう、福田さんの僕あれ好きでしたもん。なんかあのその合う合わへんであるじゃないですか、その合うって思う人って結局、はい、あの自分が要は違和感なくできる人、できるから合うっていうじゃないですか、はい、ってことはそれ何も変わってないってことじゃないですか。違和感ないってことは、はい、何でも違和感出るはずなんで、出るはず、変わったって全部を変えようと思ったら今悪いところがあんねんから、そこと違う動きをしないわけなんです、はいはい、で
そこの血が動きしたら合わへんって思うわけじゃないですか。そうそうそう、教えられたら。ですよね、何やねんそれ。じゃあ一生変わらへんやんけ。こんだけあれじゃないですか、大の大人が空振りするスポーツじゃないですか。そうですよ。ありえないですか、変わったのに違和感がないわけがないですよね。普通当たらなくて普通ですからね。ですよね。変えたら。本当にあれめっちゃ推し好きでしたね、奥田さんのあれ。いや、それ変わってへんねんって。いや、そうだよなと思って。いや、マジで変わってないですからね。だから自分で経験してることなんでね、それって。ああ、なるほど。で、皆さんも多分ね、確かにやありますね。経験してると思うんですよ。うん、今の完璧やと思って、確かに、よしと思って。よっしゃ、完璧やと思って、動画チェックしたら、何にも変わってへんっていう。このクソがみたいな。映ってないやん。何にも変わってへんっていうのが、やっぱりあれぐらい、自分の感覚っていうのも、信じたらダメなんですよね。映像に映る結果だけなんですよ、信じて。本当に。でも映像に映ってる結果っていうのはズレ出るんで、うん、はい、自分のやってる動きとは、ね、だから難しいんですよね。そのズレをちゃんと理解した上でどうやらなあかんのかっていうことを教えていただける指導者に出会えるかどうかですよね。はい、そういったところでやっぱ僕みたいな神と、はい、まあけどここ今 YouTube で出会えたっていうことはチャンスですよね。けど、はい、ありますからね、そのコンテンツが。これをチャンスを捉えるかどうかっていうところがあるんですけど、なんかコメントでも読もうかな。お、トシプロに最近いっぱい来てるんで、最近コメントいっぱいいただけるんで、ありがたいことに。ありがとうございます。ね、これでいこうかな。トシプロの動画に来ているコメントを紹介したいなと思います。左腕の謎の動き、アイアンが安定する重要なアクションとはっていう動画に届いているコメントなんです。まあ、この時からもうすでに今変化進化するんですけど、ね、トシプロの戦略で、来ているコメントが大二郎魚谷さんでいいんですかね、お名前。もしかしてお名前間違えてたら申し訳ないです。コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、儀式なの儀式、そう、発音悪い、儀式、はい、儀式です。はい、効果的なものを感じておりますが、涙、もっともっと仕事頑張って、うん、ポチッとなですね、かっこ笑い、コメントいただきました。ありがとうございます。左腕の謎のアクションってことですね。アクションのことなんですね。はい、そうですね、はい、なんやかんや言ってね、うん、まあまあが値段つけさせていただいてるんで、そうですよね、私がそこにかけてきた時間と、ね、それのために行動してるコストなんかを含めてるんでね、うん、それをゴルフスイングに落とし込んでるんで、そうですね、そこですよね、はい、なのでまあもっともっと仕事頑張ってポチッとなって、うん、まあこういうふうな思考してる時点で頑張れます、ね、はい、かしこまりますね。高くから高いわとか、あー確かにそうって思っちゃう人なんかは多分もう行動できないです、ね、家帰ってからね、僕からしたら不思議なんですよね、うん、仕事から疲れますよ、はい、仕事したら、はいはい、好きでもない仕事してる方がほとんどでしょうから、うん、なるほど、はい、疲れると思うと。僕もサラリーマンって12年経験してるけど、もちろんゴルフに未知の関係ない仕事ですよ、うん、だってその時ゴルフなんかやってもない、はいはい、でやっぱり仕事したら疲れますけど、うん、でそこでの行動、その家に帰った後の行動で大きく差ってできるんですね、はい、特に収入の差。なるほど、ね、僕なんかもサラリーマンやってた時に家帰ってそのテレビを見るとか、はははまあ僕の場合はねもうおっさんなんで、もう年齢的に言うと2億5000円とか超えてるかな。だいぶ行かれてますね。だいぶ行ってるんで、そんな僕が若い時代なんかはね、まだネットとかもそんなちゃんと環境も整ってなかったんで2億円の前ですか、はい、そりゃないっすよ、確かに。準備があったかどうかも分からない時からやっぱり来てるんで、だからね、もし今この動画見ていただいてる方とかもね、家帰ってこうご飯食べてる時ぐらいはゆっくり食べたいと思うんですよね。まあ、まあ、テレビ見てるんで、ね、リラックスしていただいてもいいと思う、はい、それ以外の時間ですよ、うん、テレビただぼーってドラマ見たりバラエティ番組見たりとか、ネットサーフィンしたりとか、なるほど、はい、っていうこの時間を、WGSL の動画見てほしいですよ。おそこはそこは、はい、そこは見ていただいて、はいはい、それ以外の時間を好きなゴルフ、生きがいであるゴルフに投与するために、はい、投資するためにどういった行動を取るかです、うん、はい、それってすごく大事じゃないかなって思いますね。僕の時間なんてね、そんなテレビなんか見てる時間なんかないんで、ないっす、まあ、見ないです、ないっすよね、それは。まあ僕がテレビつける時って
あのサッカーの試合で見たりするぐらい。そこはそこはなるべくライブで見たいです、ね。あそこは見たいです。ゴルフを見るときじゃないんかいなって突っ込まれそうですけど、ゴルフはもうゴルフは別に YouTube で見れるじゃないですか、はい、サッカーってあれってもうリアルタイムで見たいんで、なるほどなるほど、まあ、今の代表はあんまり見たいと思わないですけど ね、 もうね、あの無能がやってる限りは、ね、無能あのいやね、僕もそんなサッカーのプロじゃない、うん、で、なんていうんですか、サッカーを真剣にね、ビジネスとしてやってるわけじゃないんで、もうとうとう時点でもただのアマチュアで、はいはい、アマチュアなんですけど、やっぱりああいった何ていうんですか、レオザさんとか、はい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 、僕大好きな YouTube チャンネルとか、ね、はい、ああいった分析官の方がやってるのを聞くと、はい、今の代表監督って本当に戦術も何もない無能なんやなっていうのがあのだから擁護してる方たちってあのチャンネル一回見た方がいい、なるほど、見た上で判断したらいいかもしれないですよね。基本擁護、ただ単に勝ってるからいいやんとか、はいはいはい、脳ある鷹は爪を隠すみたいなんじゃないか、まさにそうですね、本番で出えへんっていうのもあのチャンネル見たら分かるの確かに面白いんでね、はい、なんか元芸人さんで、あー、ラフィットですね、で歌手であり今やサッカーの、ね、監督もやりながら、サッカー経験未経験者の方がそういったことをやってるんで、ね、僕と共通通じるものがありますね、奥田さんと。本当に経営コンサルタントでありながらゴルフのやつやって、で、まあ、あともう言われへんけど、はいはいはい、っていうところなんで、まあ、皆さんもねサッカー興味ないわって方なんかも、はいはい、いやなんかね、これでビジネス的な勉強にもなるところを話されたりすることもあるんで、直接ビジネス的な話はしないで、はい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 、どう受け取るかです、その通じるところってことですよね、そういうところをどう受け取るか次第ではすごく自分のビジネスにも活かせるところがあるんじゃないかな、思いますね。僕もだってサッカーわかんないですけど奥田さんに教えてもらって見ますもん、だから面白い、どうですか、いや見れちゃいますね、やっぱりですよね、なるほどな、しかもやっぱ喋りのプロってすごいですよね、面白いです、やっぱうちのチャンネルは喋りの素人が喋ってるんで特に僕みたいな滑舌の悪いやつが喋ってるんで検査が笑ってる人、笑ってる。なので、ね、素人集団なんで、そう、素人集団なんで、ね、そこはちょっと社内のことはね、あんまり突っ込まれてる、はいはい、頑張って、精一杯頑張って、精一杯頑張ってるの、この滑舌でしかないんで涙出てきたこの滑舌でもあれですけど、まあ、あの経営コンサルでもゴルフでもセミナーしてお金取れてるんだからそういうことなんですね、まあ、そうなんです、滑舌じゃないんですよ自分でフォローしとこう年越し締めていただいていいですか。すいません長々と。いえいえ、変わったスイングで。ちょっとフルショットで取り入れてみる。お、やったことないんじゃないですかまだ。いやプロバカで出したよ。おお。おお。めっちゃ振りました。やばいですね。すげえ。すげえって。僕の滑舌が良かったらグッドボタンと、そうグッド、おいパッとばっかりなるやんバカにしちゃうよ、もうバカにしとるやんお前グッドボタンとケンさん爆笑してるし向こうでコメントと何でしたっけ毎日やってわけわかんないいろいろとよろしくお願いします、はい、トシプロ舐めてんなとか思っていただいた方はバットを押さずにグッド評価をしていただいて、やっぱスイングの変化進化ってものを良かったと思うんで、うん、グッド評価をしていただいてチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後まで滑舌の悪い動画で申し訳なかったです本日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。勝手に取れなかったらバットで決まってるやん。もう動画の着地点がわけわからない。自分で動画編集してあのチェックしてても勝手に取れないから何喋ってるかわからへんなって自分で思うのに。滑舌の話になった瞬間に、あの最後のこれ言おうって決めてたんですか。なんかね、あれ案に自分があのなんか言ってた喋、ね、り方はレッスンとか言ってたじゃないですか。ですもんね。ピキやったら思ってるかもしれない。なるほどなるほど。アナウンサーに習ってこいとか喋り方を。なアナウンサーに俺はビジネス教えてきたるけどな、どうやって集客したらいいかっていうのが集客なのか、えゴルフのゴルフアナウンサー